どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、現実主義勇者の王国再建記の16話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね、交渉の決着というところで、 ついに、エルフリーデン王国とアミドニア公国との間で交渉が行われていたっていうことも、こう、無事に決着がついていたわけなんですが、こう、ま、万を取り戻したものの、アミドニアとしては、こう、失うものが多すぎるなっていうふうに感じるところではありましたね。また、ユリウスはですね、カズヤからの忠告に、 まるで耳を貸さなかったわけなんですが、まあ、こう実際ユリウスの統治でこうアミドニアがどうなっていくのかなっていうところはただただ心配でしかなかったなというところでしたね。まあ、それとアミドニアに対してカズヤたちエルフリーデンが賠償金を要求したっていうところで、まあ、そこにはねアミドニアの軍事費を奪う。 っていう目的があったんだっていうところもですね。なかなか面白いなあと感じたところではありましたね。またユリウスがですね。バの変換っていう話の時にだいぶごねていたわけなんですが、まあ、そのごねているっていう時にジャンヌがですね。まあ、こう帝国は手を引くっていう風に伝えるとまあ、ユリウスも。 それは困るから従わざるを得なくなっているっていうところもですねなんかこう見ていて微笑ましいところではありましたね何、まあ、かそういうところで明確に上下関係出来上がってるよねっていう感じでした、まあ、そういうところで一つ目の感想である交渉の決着というところ終わっておきますでですね次 二つ目の感想に入っていくんですが、バンの変換というところで、和也がですね、バンを、えー、変換をしていたわけなんですが、その変換されるバンの民衆ですね。民衆としてはアミドニアの知性に戻るっていうことを結構不安がってるっていうところがかなり印象的なところではありましたね。 まあ実際ね自由を知ってしまった民衆がまたこうユリウスによるこう我慢を強いられるっていう知性に対して、まあ、こうどんなことを思って、まあ、どんな行動を起こすのか、まあ、そういうところについてはねやっぱり注目しておきたいなあというところではありますねまたこう番が変換されたとしてもこういう風になるだろうっていうことはロロアが こうギャッツビーを連れてバンの視察に来たっていう時に見抜いていたっていうところをね思い出したわけなんですが、まあ、実際これに関してはねロロアの、まあ、こう思いど、まあ、こう思い通りというか予想通りですね、まあ、予想通りの結果になってしまいそうだなと感じたところではありますね。あとはエルフリーデンに帰ったらやることは山積みだ。 っていうことがですね、白夜から伝えられていたわけなんですが、まあ、そういえば内乱の自己処理っていうことを、そういえば片付いてなかったなあっていうところで、まあ、すっかり忘れていたなっていうことを思い出す感じではありましたね。まあ、そういうところで、二つ目の感想である番の変換というところ終わっておきます。でですね、次。 「姉妹の話」というところで帝国の方ではジャンヌが帰ってきたっていうことでマリアがこう帰ってきたっていうところでね抱きついていたりしたわけなんですが、まあ、こっちの姉妹仲はすごく良さそうで本当に微笑ましいところではありましたね。 またね、こう、ジャンヌからの報告っていうものを聞きながら、マリアがカズヤにですね、早く会ってみたいっていうふうに言っていたわけなんですが、まあ、実際にマリアとカズヤが会うことになるってなると、いつになるのかなっていうところは、やっぱり気になるところではありますね。また、カズヤからの秘密同盟の話を聞いたマリアがですね、 こう、いつの間にか、エルフリーデンがですね、帝国の名友になっていたっていうことをですね、すごく嬉しそうに語っていたわけなんですが、こう、今まで目をかけていたね、まあ、こう、弟とか妹がすごく成長した、で、なんかそれが嬉しいみたいな感覚に近いのかなっていうふうに感じたところではありますね。まあでもね、 こう確かに和也が国王になってから国力が増してるわけですからねそれを思うとだいぶこう盟友としてふさわしくなってるんだなっていうのをね改めて感じるところではありましたそれとマリアがですねジャンヌがいない間もう一人の妹は研究室にこもったままっていうことを言ってましたが、まあ、どんな妹さんなのかなっていうところは気になるところでしたね まあそういうところで3つ目の感想である姉妹の話というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回でカズヤたちエルフリーデン王国と帝国との交渉は無事に決着がついていたわけなんですが、まあ、ここからのアミドニアがどうなっていくのかなっていうところは、 相変わらず気になるところではありますね。またユリウスがですね妹のロロアのことを気にしていたわけなんですが当、まあのロロア本人はですね一体いつ登場するのかっていうところは楽しみにしておきたいところではありますね、まあ、それとラストの冒険者たちへのこうまあお礼を込めたね 宴会があったわけなんですが、まあ、そこでね、リーシアがユノのことを可愛い子だったわねっていうことをね、カズヤに言っていたわけなんですが、まあ、その時の、こう、まあ、表情とかね、こう、なかなかちょっとこう、怖い感じがあったわけなんですが、なんかね、そういう風にカズヤが詰め寄られてるっていうところも、なかなか面白かったなぁというところでした。まあ、何にせよ、次回の話では、 カズヤがどんなことをしていくのか、まあ、そこにね注目しておきたいなぁと思ってますというところで今回の現実主義勇者の王国再建記の16話の感想ですねこちら終わっておきますでですね今までにも1話から15話の感想はですねそれぞれ過去の放送で語ってますんで よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と今日は他にも3本更新しておりまして週末のハーレムの第3話の感想とジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンの3話の感想そしてですね大の大冒険の第66話の感想ですねこの3本更新してますんでよかったらこっちの3本もですね 合わせて聞いてみてくださいという話と明日はですねありふれた職業で世界最強の2期の2話の感想とそのビスクドールは恋をするの3話の感想そしてですね東京24区の3話の感想ですねこの3本更新しますんでよかったら明日もラジオの方聞きに来てくださいというわけで本日3本目のラジオの方 終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。